はい、大阪からお届けします。なんとですね、風が強くて一部高速道路が通行不能になっているということなんで、ちょっとルートの検索をし直してからですね、出発することになりましたんで、放送あと1個追加します。それはですね、例のコインチェックですね、コインチェックさんに対して、ネムが失われたということですね。集団訴訟が起きているようです。で、今日ですかね、今日から始まるんですかね。はい。で、その辺で、こういった例をお話ししようかなと思います。例えばですね、ある田舎町で、一戸建てに住んでいる A さんという方がいます。その A さんというお宅は普段鍵をかけてないんですよ。田舎町ですからね。で、B さんが A さんのお宅に来て、A さんのお宅に、これね、大事にしてる壺なんだけども、見てよっていう風に見に来たんですよ。見せに来たんですよ。そしたら A さんは、あ、いい壺だねっていうことで、その壺をですね、しばらく見させてくれないかということで、自分の自宅に壺を、B さんの壺を借りて置いといたんですよ。そしたら普段鍵をかけてないもんですから、その、ある時ですね、泥棒が入ってきて、その壺を持ってっちゃったんですよね。盗んじゃったと。さあ、その時に、確かにですね、その、盗まれたことに対しては、B さんは、A さんちょっと勘弁してよ、壺を何とかしてよっていうふうにお話しすることができますけども、ねえねえと、B さんが A さんに言うんですよ。A さん、A さんと、あなたの家は鍵をかけてないんじゃないか。セキュリティが甘い。よし、このセキュリティが甘いことに対して訴訟を起こしますとか言って、どうなんですかね、これは。その辺はどうなんでしょうか。もちろん、壺は弁償する義務があると思いますし、壺を探す義務も A さんには生じると思いますけども、鍵をかけてないことに対して訴訟を起こすものなのかな、どうかなという気がするんですよね。で、仮に A さんが鍵をかけたにしても、ガラス窓を破られて泥棒が入ってきた場合は、やっぱり A さんは、セキュリティが甘いっていうことに対して、何がしかの訴訟を受けて立たないといけないのかな、と思うんですよね。で、ちょっと話を戻して、コインチェック騒動に関して、コインチェックのセキュリティが甘いんで訴訟を起こしますということも、一見ですね、筋が通ってるように思いますけども、じゃあだったら、どこまでのセキュリティをしとけば法的に OK なのか、どこまでのセキュリティをしていなかったら違法なのかってことは、どっか法律に書いてあるんですかっていうことが今回ですね、私非常に注目するべきことかなと思うんですよ。もちろん盗まれたネムの弁済はその義務はあるかもしれないですよね。人道的にも、それからこれはもしかしたら法的にもあるかもしれません。人からお預かりしたお金を、まあなくなってしまったものをユーザーさんがね、返してよって言ったら返す必要があると思うんですよね。ただですね、セキュリティが甘いことに対してっていうのは誰がどう基準をつけるのかなと。例えばコインチェックさんも一定のセキュリティはしてたと思うんですけども、そのセキュリティレベルだったら大丈夫だろうなと思ってユーザーさんが、お金を預けていたんでしたら、まあ納得済みなんで何とも言えないかなと思いますけども、セキュリティがどのレベルかわからないのに預けていたことっていうことになると、預けてた人の責任もあるんではないかなっていうふうに感じるんですよね。繰り返し言いますけども、ネムの弁済責任は当然あると思いますよ。だからそこを言ってるんではなくて、セキュリティの厳しい甘いっていう判定を誰がどのようにしていくのかってところが、今回私がね、非常に注目しているところなんですよね。は、皆さんはどのようにお感じになったでしょうか。やっぱり自分の大切な資産を預けるなら、ここを預けても大丈夫かなってことを自分で確認して、それから預けるべきかなっていうふうに私は今でも感じております。で、セキュリティのことなんてあんまり関係なくて、まあ大丈夫だろうって気持ちで、みんなが使ってるからとかいうので、預けるのは、それこそ、まあ私はですね、自分の責任で、預けるべきところを選ぶべきなのかなと。で、預けるべきところが見つからないんだったら、もう暗号通貨買わないとかね。もう、一般銀行に、日本円で保持しとくっていう方の方がいいのかなというふうに思っちゃいますけどもね。さあ、それから、どういうふうになっていくのか、これから大注目でございます。では、本日の放送は、これで本当に、一旦終了になります。失礼します。